AL フランスのコンコルド用に作られたペンウォーターマンは世界で最初に毛細管現象を利用したペン先を開発しそれを万年筆に取り入れたメーカー。毛細管現象を利用したペン先はその後万年筆の常識となり万年筆業界に革命を起こした。元はアメリカにあった。アメリカ法人は倒産したがフランスでは存続しブランド名を受け継いだ。 名前の由来はこの会社のアメリカ人創始者、ルイス・エドソン・ウォーターマンから来ている。フランス語読みに習ってワテルマンと呼ばれることもある。なお、アメリカ法人が存在していた頃、同じく万年筆を扱う、別のウォーターマン社がアメリカに存在していた。こちらのウォーターマンは、アーナー・アレン・ウォーターマンが、社名の由来で、L.E. ウォーターマンとは、全くの別会社であり、通称、 A.A. ウォーターマンと呼ばれ区別される。なお、A.A. ウォーターマンの一部万年筆には、Not Connected with L.E. ウォーターマン CEO と、刻印が入っている。なお、ポツダム宣言のサインにもウォーターマンの万年筆が、使用された。現在は、ホームページでも記載しているが、アメリカの歴史より、フランスの誇りを大切にしており、ブランドの根源をパリとしている。また、ペンを単なる。 各道具だけではなく、自己表現のためのツールとして消化する。要、世界的に有名な美術館から文学までパリの豊かな文化を積極的に取り入れて、ペン先等の装飾に反映させている。マンハッタンにあった工場ニューヨークで保険外行員をしていたウォーターマンは、ある大口契約を取り交わす席で、万全を期して、新品のペンを用意していた。ところがそのペンからインクが漏れ、 重要な契約書を汚してしまう。ウォーターマンが大急ぎで新しい契約書を持ってきた時にはすでにライバル会社と契約を結んだ後だった。この苦い経験がウォーターマンに毛細管現象を用いた万年筆を開発させたのである。その一号がザ・レギュラーで1883年に発売。他にも世界初、 グリップ付けのキャップを発売をするなどの実績もある。現在はサンフォード社の参加に入っている。蒸気シリーズの万年筆やボールペンのほかインクも販売している。2019年9月現在で日本では211店舗ある。独立店ではなく百貨店などの中に店を構えたり、コーナーでの取り扱いにて販売している。修理については店舗によって受付可否が変わる。 店舗検索は公式ホームページで可能であり、世界中の店舗を検索することが可能である。万年筆、シャープペンシル、ボールペン、その他文具の製造、発売、ウォーターマン、ありがとうございます。